イアン・デューリーは、イギリスのニューウェーブ、ファンクのロックミュージシャン。1942年に、ロンドンのハーローに生まれた。7歳の時に、小児麻痺を患い、左半身が不自由になり、障害者のための施設と普通行為聞き来する。1966年に、美術学校に入ると、友人たちとバンド活動を開始。キルバーンザ・ハイローズを結成し、 1971年頃から本格的なライブ活動を始める。1974年に Wii の子会社ラフとレーベルと契約し、ファースト、アルバム、ボタバンチの録音するも、レーベルが倒産してしまったために、お蔵入りとなる。翌1975年にセカンド、アルバム、ハンサムでデビュー。過激なライブパフォーマンスで一部で話題になるも、 商業的な成功は得られず、すぐに解散した。デューリーが34歳の1977年、チャーズ・ジャンケル、チャーリー・チャールズ、ノーマン・ワットロイ、ジョニー・ターンブル、ミッキー・ギャラガーと共に、イアン・デューリーザ・ブロック・ヘッツとして活動を開始した。ファンキーな楽曲とステージングが話題及び、スティッフ・レーベルから発表されたシングル、 セックスドラッグスロックロールが前衛チャート2位にファースト。アルバムニューブーツパンティスが前衛チャート5位となる大ヒットになった。翌1978年発表のシングルヒット・ミー・ウィズ・ユア・リズム・ステック、ヒット・メ・ウィズ・ユア・リズム・スティックは前衛チャート1位にセカンド。アルバム Do It Yourself も前衛チャート2位となる大ヒットを記録した。 しかしその直後、重要なソングライターだったチャズ・ジャンケルが脱退し、元ドクター・フィールグッドのウィルコ・ジョンソンが加入。1980年のサード、アルバム、ラフター、ジャマイカで、スライロビーと共に制作した1981年のポース、アルバム、ロード・アップ・ミンスターはセールス的に伸び悩み、さらにデューリーは、病気により1年間の療養生活に入る。 1984年の復帰後発表されたフィフス。アルバム4000ウィークスホリデーも大きな売り上げには至らなかったが、シェイクスピア、ハムレットへの出演をきっかけに俳優としての活躍が主となり、ザブロックヘッツは活動休止状態となった。1986年、今和の清志郎がファースト。ソロアルバムレザー・シャープでザブロックヘッツを起用し、さらにツアーも観光。 それが縁で、1987年に、イアン・デューリーザ・ブロック・ヘッツとして初来日公演を行い、音楽活動を再開した。1989年には、俳優だけでなく、自ら脚本と音楽まで担当した、ミュージカル、アップルズを録音し、アルバムとして発表。1 9九十年に、ドラムスのチャーリー・チャールズがガンで亡くなり、翌1九十一年、 イアン・デューリーザ・ブロック・ヘッツとして追悼ライブを行い、その模様がアルバム・ライブ・ワルツ・エヌ・オーディエンスとして発表された。以後もアルバム・ザ・バス・ドライバー・アッツ・プレイヤー&・アザ・ストーリーズ・ミスター・ラブ・パンツなどを発表し、音楽活動をするも2000年3月にガンにより死去した。2001年にはポール・マッカートニー、ロビー・ウィリアムズ、マッドネス、 シニード・オコナーなど豪華メンバーが参加したトリビュートアルバムブランニューブーツパンティースがリリースされた。アルバムライブアルバム主なベストアルバム DVD アルバムありがとうございます。